音声はピーマンがたくさんあったり、ピーマンの回鍋肉の作り方を紹介します。キャベツもいいですが、ピーマンたっぷりの回鍋肉も美味しいですよ。それでは作っていきましょう。ピーマンは大きめのものを4個使います。半分にカットし、種を取り、それを6等分にします。このくらいにカットすることで食べ応えがあります。豚肉はもも肉の塊を使います。豚肉も大きめにカットしたいので、冷凍したものを半解凍した状態にすると切りやすいです。1ミリくらいの厚さで、幅はできるだけ大きめにカットします。これくらいの大きさにすると食べ応えが抜群になります。もも肉なので大きめでも柔らかいです。材料はピーマン4個、豚肉 200g、 ニンニク、生姜、みじん大さじ1です。豚肉に下味をつけます。塩、味の素、黒胡椒を少量ずつ入れます。醤油を大さじ1弱ぐらい入れます。よく揉み込みます。肉は大きめのスライスなので、重なっているところを剥がしながら全体に下味をつけます。卵を大さじ1入れ、肉に混ぜていきます。肉全体に卵を絡めたら、片栗粉を大さじ1入れ、まぶします。最後に油を入れ、コーティングしておきます。鍋に油を入れ、温めていきます。それから肉とピーマンを油通ししますが、大変な方は炒める方法でも OK です。しかし油通しした方が肉も柔らかく仕上がり、美味しくなります。まだ油の温度が低いうちに肉を入れ、油通ししていきます。低めの温度で火を通すことで、肉が急激に火が入ることをなく、柔らかく仕上がります。肉を箸で外しながら、しゃぶしゃぶようにして火を通します。肉の表面全体が白くなってきたら、引き上げていきます。まずは中を赤いところが残っているくらいで OK です。大体7割くらいの火の通りができます。そうしたら油の温度を少し上げていき、ピーマンを油で落とします。ピーマンを入れたら大体10秒くらいで膨らみます。
をしっかり切り、火を止めたら冷たい油を大さじ1、ニンニク生姜を入れたら豆板醤小さじ1と甜麺醤小さじ2を入れ、よく油で溶くようにしていきます。油に馴染んできたら火をつけて加熱していきます。カチカチと加熱してきたら揚げた材料を入れ、時間を合わせます。塩コースまたは酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。鶏ガラスープまたは無糖ソースの酒を入れます。砂糖を小さじ1と味の素を少量入れます。水と片栗粉を小さじ1入れ、具材を混ぜます。最後にお好みでラー油を回し入れれば完成です。さらに盛り付けます。これでピーマンたっぷりのホイコーローの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。